お疲れ様です、吉田さん。卓球、久々にやると、体、がたきますよねいや。私もね、40から肉体改造しようかと思って、あの筋トレをしたりね、山登りしたり、さまざま体を動かして、ここ数年は、あのー、武術をしてるんですけども、うん、やっぱね、10代とか20代の頃のように、無限に限界を追求することはもうできませんね。 うん、それはあんまり、うん、詰め過ぎるとあの自分の体が鍛えられる前に体が故障するんですよ。で今ね私ね両肩ちょっと痛いんですよねやっぱりこうやり過ぎるとそれに耐えられずに老朽化した肉体があちょっとねもうちょっとストップしろっていうふうに信号を送ってくるんですよね。で回復も10代や20代の時のようにいかないんで。 そそれこそね、あの,あのクレイジーダイヤモンドでもねやってくんないかなっていうところですよねで幸せっていうことの定義なんですけども、まあ、私が思うにね幸せっていうのは思ったことを実現する力があるかどうかですよねもうちょっと言うと思ったことが実現した状態っていうのは幸せだし新しい希望を思ったり新しいフラストレーションを感じた時に、まあ、近いうちにそれは解消できるよね実現できるよねっていうふうな 安心感があれればそれは幸せななのかなと思うんですよ、えー、例えばねあのー、今急に100万円必要になっちゃったでも来週には100万円入ってくるなっていうことが分かれば幸せに近いと思うんですよでも100万円が必要なんだけどもその100万円を手に入れる目算が立ってないって考えると幸せにはちょっと遠いのかなと思うんですよだから BMW 欲しいなと思ってもあなんかこのローンだったら払っていけんじゃないかなって考えて 購入に至るっていうルートは幸せにね近いと思うんですよね幸せそのものかもしれませんしであガソリンが切れたなとかね車検だな税金だなっていう時にもうすぐ税金行きますけどもその金額がまあ高いなと思いながらも大して負担になってない状態すぐに解消できる状態ねフラストレーションがそれも幸せかなと思うんですよでも車を買っちゃったが故に5月の自動車税の請求書が来るのが怖いとかね すぐに払えないから、来月再来月みたいな感じで引き伸ばしちゃう。っていうのは結構ストレスなんじゃないかなと思うんですよ。まあ、つまりね。幸せっていうのは？あの、いろんな定義があるけども、まとめていくとね。あの、自分が思ったことがまあ、近いうちに実現できるなっていう風な自分に対する信頼じゃないですかね。で、問題が起きたりとか、希望が起きた時にいつになったらそれがうん満たされるのかなー？な まだじゃないかまだじゃないかなって思いながら日々過ごしてるのってそれは積み重なななっっったスストレスがあの幸せを奪い取っていい取ててるんじゃないかなと思うんですよでやっぱりこう好きな子がいてもなかなかあ思いが解けられないなって思えばそれはまあ一定の喜びではありますけども恋愛相手がいるっていうことではねいないよりもストレスにならないと思いますけどもでも進めたい関係が進まないっていうのはねもしくは振られる。 恐怖があるとかいいいろろスストレななのかなと思いますし、正社員かなれないないいいっていうのもスストレスだと思いますしね。でも内定がもらったらとりあえずはまだ社員じゃないんだけども一定の幸せ感はあるのかなと思うわけですよ。でそういうふうに幸せの定義を考えたところでどうってことないんですけどもねでも自分の中に起きた希望とかそれから解消したいフラストレーションが近いうちになんとかなるなと思えれば。 それはすでにストレスではないと思いますしね。うん、まあ、ちょっとした刺激にしか過ぎないのかなと。でも、それは自分の力量を上げていけば、まあ、ビジネスなり、体力なりをつけていけば、まあ、ほとんど解消できるかなと。うん。私もね、別にその、武術をやりながらも、その、試合があるわけじゃないんでね、自分のペースでできるし、無理ないところまで追い込めるわけなんですよ。でも、これが、試合が決まって、その試合に、 もしかしかたら勝たないといけないってことになると多分ねやってもやっても不安に駆られてもしかしたら逃げ出したいような気持ちになるかもしれないですねいやでもね本当なんかあれですよね体がが動くってのありがたいですね私も50になるわけですよよしあさん分かっていらっしゃると思いますけどもいや50歳でここまで動けるやつはい位だろうというところまでは動けるんですよただやっぱりね自分の全盛期といつも比較しちゃうんで 落ち込みますよ。あ昔あんなうできたのになとかね今だから体動かそうと思っても意識がこう先に来てねその意識に全然自分の体がついていってないとかでこのぐらいでへこたれるわけなのに体がへこたれてるわみたいなことに驚いたりとかね私もねあの山登りをしながらまあ2時間ぐらいならなんてことないんですけどもたまにね急な山を登ると 半分くらい行ってところでうわ来るんじゃなかったなとこれ帰れるかなと思っちゃう恐怖が出てくるんですよ。まあ結局はあの休みながらでも帰れるんですけどもあこの程度の山登りで恐怖を覚えるようになったなとそうなると次の時もコンディションがいい時はその山にチャレンジするんだけどもそうじゃない時は安全策を取って近割りにするとかねそういうふうになっちゃうんですよね。まあ本当いろいろですね本当そこはね。 ま行、あ、ってらっしゃいですよ。いってらっしゃい。ライブ放送始まります。